ムーナ is going to Japan。 あ、そうだよムーナ。え、待ってこれって、あ、もう 3D 出てるもんね。3、あれムーナの 3D あれだよね、発表されてるもんね。 3D になりますって。あ、そう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 、ムーナね日本来るってよ。そう、なんかペコちゃんは結構前に、結構前って もうそんな前じゃないペコだけど、ムーナから話聞いてて、社長って言ってくれて、どうしたムーナって言ったら、あの日本にジャパンに行くことあるか、あるんだけどって言ってきて、あ、そうなのみたいな、そう、あのソリティーガンみたいなの言ってて、あ、おめでとうペコちゃんからの、あの社長、あ、日本に来た、行ったら遊んでくれますかってね、可愛くお誘い来たから、いいに決まってるペコじゃんってね言っといた。何して遊ぶかちょっと悩んでるけど、二人で何して遊ぶんだろう。ムーナに、あ、秋葉原行きたいって言ってたペコだね。でもペコら秋葉原全然わかんないんだけど、ここが秋葉原だよって。ね、あたち秋葉原で面白い遊びある？ちょっと秋葉原でペコら遊ばないからわかんないんだけど、ここ秋葉原だよっつって、あ、ここが、あ、かの有名な、アニメイツ、これでいいかな。秋葉原ってどうやって遊ぶんの？あ、メイド喫茶か。あ、ここがメイド喫茶、あ、にゃんにゃん、ご主人にゃんにゃん、オッケーっつって話すか。メイド喫茶ね、オッケー。メイド喫茶、え、ベコーラ、メイド喫茶行ったことねえから行けるかな。アニメとメイド喫茶、そこだけ？二つだけ？他ねえの？漫画喫茶？漫画喫茶か。あ、二人で漫画読む。二人で漫画読むか。あ、ガチャガチャ。あ、いいな。ペコだ、ガチャガチャすごい好きだから、ガチャガチャとかいいな。あ、映画か。でもあれじゃない？日本語のだとわかんないペコだよね。あ、でも英語のとかがあるか。うわ、ディズニーとか、え、ディズニーとかさ、行きたいペコだけどさ、ディズニーってさ、あれじゃん、結構、疲れないかな。疲れちゃうペコでしょ、ディズニーとかって。足とか痛くないかな。あ、でもそれはゆっくり休めばいいか。なんだこのデート前のプランを考えるみたいな感じの。ねえ、緊急事態宣言出てないといいな、その頃には。